本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてからインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスの記者会見を始めさせていただきます。おかげさまをもちまして戦国演武絆プレゼンツ、桜ジェネシス昨日は両国大会、大盛況のうちに幕を閉じることになりました。当日券も全てなくなりまして超満員札止めという、最高の結果で終わることになりました。また新日本プロレス次のビッグマッチに向けて突き進んでまいりますので、取材のご協力よろしくお願いいたします。さて、次期、シリーズのカード発表の前にですね、まず一部負傷が報道されています柴田勝頼選手について発表させていただきます。両国大会の試合後に体調が悪くなりまして都内の病院に移動しました。本人は意識があり受け答え可能でしたが診察の結果硬膜下血腫が見つかりまして処置のための手術を行いました。手術は無事に終了し現在は安静の状態です。今後は経過を見ながらとなりますがまた詳細や状況が分かり次第改めて発表させていただきます。以上柴田選手に関するご報告でした。それから続きまして次期シリーズロードトゥーレスリングドンタクの主要カードについて発表させていただきます。記者の方にはお手元に資料をお配りしておりますが、まず4月の27日広島大会ですが、こちらでですね一つ大きなカードが決まっております。4月27日広島グリーンアリーナショーホールにおきましてIWGP ジュニアタッグ選手権試合チャンピオン太一金丸義信組対バレッタロッキーロメロの一戦が組まれています。それからもう一つメインイベントではネバー無差別級選手権試合チャンピオン後藤博之に対して鈴木みのるの挑戦が決まりました。広島大会は2つのタイトルマッチが決定しております。それからですね4月の29日別府大会、こちらもですね、主要カード決まっておりますので発表させていただきます。別府大会4月の29日別府ビーコンプラザですね、スペシャルシングルマッチとして棚橋博対イービルの試合が組まれております。その他にも IWGP ジュニアヘビー級選手権試合高橋ヒロム対リコシェあるいはインターコンチネンタルの選手権試合内藤哲也対ジュース・ロビンソンの試合が組まれております。一つスペシャルシングルマッチそれから2つのタイトルマッチがございます。さてこの流れを受けまして5月の3日レスリングドンタク、恒例のですね、福岡国際センターにて行われますこの大会のカードこちらは全て発表させていただきます。まずは第0試合ですね川戸平井吉達組対北村克也岡智之組そして第1試合です、ウィル・オスプレイ吉橋組対チェーズ・オーエンズ高橋裕次郎組第2試合はタイガーマスクタイガーマスク W 真壁闘技組対重心サンダーライガー中西学永田裕二組6人タッグマッチです。それから第3試合は10人タッグマッチが組まれています。バレッタロッキーロメロジャドー矢野トール後藤博之組対エル・デスペラード太一金丸義信飯塚隆鈴木みのる組第4試合はシングルマッチです。デビッド・フィンレー対コーディの一戦コーディの特別参加決まっております。それから第5試合は串田ジュース・ロビンソン組対高橋博文内藤哲也組休憩を挟んで第6試合はタイトルマッチです。 IWGP タッグ選手権試合の 3way マッチが決まりました。昨日チャンピオンになりましたハンソン・レイモンド・ロー組に対して前チャンピオンの小島聡天山・広義組さらにはタンガロア・タマトンガのチームも挑戦するというこの3チーム同時に戦う 3way のタイトルマッチ決まりました。それから第7試合こちらもタイトルマッチです。ネバー無差別級6人タッグ選手権試合リコシェ田口隆介棚橋博組対武士イービル真田組の挑戦が決まりました。そしてセミファイナル第8試合です。スペシャルシングルマッチ石井智弘対ケニーオメガの試合30分1本勝負で行われます。そして最後メインイベントです。 IWGP ヘビー級選手権試合昨日防衛に成功しました岡田和親選手今回は試合後乱入して挑戦を表明しましたバッドラックファレ選手の挑戦を受ける形となります。こちらはいつものように60分1本勝負で行われます。以上全部で9試合プラス第0試合全部で10試合のカードを発表させていただきました。なお5月の1日の鹿児島大会それから5月3日この福岡大会の2大会につきましてタイガーマスク W の特別参戦が決定しておりますのでこちらお取り扱いのほどよろしくお願いします。タイガーマスク W ですね、はい、タイガーマスク W の特別参戦が決定しております。
さて、以上ですね、ロード2レスリングドンタク、さらにはレスリングドンタクのカードについて発表させていただきましたところで、昨日防衛に成功しました IWGP ヘビー級チャンピオンをお迎えしたいと思います。それでは昨日の両国大会で IWGP4 回目の防衛に成功しました岡田和親選手、先ほど発表させていただきましたが、5月3日にはバトラック・ファレ選手を相手に5度目の防衛戦が決定いたしました。昨日の防衛成功、さらには次の防衛戦決定を受けまして、コメントいただきたいと思います。では岡田選手お願いいたします。はい、まあ、昨日はですね、柴田さんにはしっかり根性を見せてもらいました。激しい試合になりましたし、本当に僕もワクワクして楽しくてきつい試合でしたけど、なんていうんですかね、お客さんの声が聞こえなくなるような、本当自分も集中して入り込む試合をできました。そういう状況の中ファレ入ってきまして、防衛戦決まったということで、ファレと何回かシングルはしてますけど、 IWGP では初めてなので、しっかり、今まで防衛戦いろいろやってきましたけど、それらの試合を超えるような試合内容ももちろんしたいですし、しっかり勝ってまたどんどん先に進んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは記者の皆様から質問を受け付けたいと思いますが、岡田選手に対する質問いかがでしょうか。はい、お願いします。ちょっと昨日その、ファレ選手の乱入で試合後の、インタビューがなかったんですけども、今もちょっとお話ありましたけども、改めてその柴田勝頼、過去のプロレスだったりとか、はい、いろいろそういうで、試合展開も、グラウンドを展開されたりとかっていうのがありましたけども、そういった柴田選手の主張みたいなものっていうのは受け止めた部分があったんですか。試合前は口でいろいろと言い合ってきましたし、リング上は痛みで話し合えたんじゃないかなと思いますね。結局は多分分かり合えなかったと思いますけど、柴田さんも、なんだかんだ今のプロレスをやってるんだなという印象はありますね。先ほどきつかったという言葉もありましたけど、具体的にここがきつかったみたいな部分とかありますか。もちろん楽な IWGP の防衛戦はないですし、毎試合毎試合もちろんきついんですけど、やっぱり打撃も強烈でしたし、本当にこのベルトへの思いっていうのは、このベルトへの思いなのか対新日本プロレスに対しての思いなのかわからないですけど、それはすごい感じました。じゃあもう一つ、先ほどお話ありましたけど、ファレ選手がその後やって、結構過去何度も放送というかやってますし、去年の G1 で、岡田選手が敗れた後に広島で、対戦、指名するような形で対戦がありました。ただあの時はタイトルを、あえてかけなかったと思うんですけども、その辺改めてファレという選手、そうですね、ニュージャパンカップも準優勝してますし、柴田さんに負けたとはいえ、準優勝ですが、その柴田さんを倒したってなったら、次に強いのはファレなのかなと思いますし、ファレもいろいろ溜まってるとは思いますんで、デビッドの影に隠れたり AJ の影に隠れたり、今やっぱりケニーがいますけども、そのファレもファレで、インターコンチ巻いたり
僕倒したり、田中さん倒したり、いろんな相手を倒してるレスラーですから、まあ、本当にいいチャレンジャーだなと思いますし、ただ僕はやっぱり IWGP の防衛戦終わってあの雰囲気を壊されたのは許さないですね。そこはちょっと、ムカついてます。他にご質問ある方いらっしゃいますか？はい、シングルでは、負けたりもあるわけですけど、はい、パレ選手に苦手意識のものとか何か、そういうものがあるんですか？やっぱりあんだけでかい人間ですから、みんながやっぱり苦手意識あると思います、はい、一撃強力ですし、何かこちらが技をやるようにもなかなかできない相手ですから、でもそこはしっかり、まあ別に僕も一回も勝ったことないわけじゃないので、まあやっぱり戦うならやばいファレと戦いたいなと思いますね、はい。他にいかがですか？はい、まあ、今回ベルトをずっと巻いてたんですね、はい、いろんな挑戦者が来る状況というのが、まあ、多分他の選手 の防衛戦を見ていろんな選手が刺激を受けて、でこれまでその岡田選手は結構その IWGP のベルトがまあ一番だということをずっと言われていて、でこれに挑戦することがまあベストなんじゃないかみたいな投げかけも結構されてたと思うんですね、はい、で昨日の試合を見てて途中で岡田選手にブーイングが飛んだんですよ、はい、でそれを見た時に、あ、改めてお客さんがついに岡田さんのことを、あ、強いチャンピオンだからブーイングをしたんだなっていうムードが昨日両国にはありまして、その内藤戦とはちょっと違ったブーイングを感じたんです、はい、でやっぱりその今の IWGP のベルトの価値っていうのがすごくその今岡田政権になって上がってるような気がすごいひしひしと会場でも感じるんですが、その辺に関してはいかがですか？そうですね、まあ、昨日ブーイングが起きたことは、まあ、僕が強すぎるからだと思いますし、まあ、柴田さんへの期待もあってのブーイングだと思いますし、まあ、そんだけこのベルトが価値が上がって美味しいものになってきたんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そんだけ美味しいものを早く狙ってどんどんやっぱチャレンジャー来てもらいたいなと思いますけどね、そこでしっかり僕が勝って改めて岡田強いなってのを僕は今見せていかなきゃいけないと思いますんで、もっともっとこのベルトの価値を上げて美味しいものにしていきたいなってのは思いますね。よろしいですか？はい、他にいかがですか？はい、どうぞ。まあ、試合が激しい試合になって、はい、まあ、最終的には柴田選手が、まあ、緊急搬送という形になったんですけど、まあ、改めて今1日明けた中でこういう状況の中で柴田選手に何か伝えたいことなどあったりしますでしょうか？そうですね、まあそんだけの激しい試合だったと思いますし、まあ柴さんは僕は馬鹿真面目な人だと思ってますんで、また何か約束すれば、まあ、その約束を守ろうとしてくれます、守ろうとしてくれると思いますし、別に、別にチャンピオンで待ってるよなんてそんなこと言うつもりもないですし、まあ、ただまたやりましょうよっていう約束を
今ここでしますんでしっかり守ってくださいよっていうのは伝えたいですね。他にいかがでしょうか。はい、また話を申し訳ないんですけども、先ほどあのコメントの中で、あのお客様の声が聞こえなくぐらい聞こえなくなくなるぐらい集中されてたと、あまり経験がないことなんですか、ね、岡田選手。まあそうですね、まああまりそこまでこう試合に集中というか入り込めてる試合は、まあ、全くないこともないんですけど、まあ、芝生戦に関してはありましたね。昨日に関してはそんだけ分かんないです。僕自身も楽しんでそういう風になってしまったのか、試合の流れで怒っちゃってそういう風になったのか、切れて覚えてないのか分からないですけども、うん、あまりこうお客さんの声援というのは人に関しては聞こえなかったですね。ちょっとまあうがった見方なのかもしれませんけども、ちょっと昨日 あのタイトルマッチというのは岡田さんの中でちょっと特別な一つになりそうな感じですか、終わってみて。まあ IWGP に関してはやっぱ全試合特別ですね。まあ本当にこの試合だけが特別ってわけではないですし、その他いかがですか。はい、あの試合中、まあ、特に最初の方とかもそうですけど、こうかなりこう感情をこうむき出しにしているようなところが、はい、岡田さんにあったと思うんですけど、あんまりこれまではその本人までそんなにこう感情むき出しというふうな感じのところは見受けられなかった、まあ、僕の印象ですけど、思うんですけど、その辺こうやっぱ柴田さんにこう刺激を受けたのか、なんか自分自身でこう変わったところがあったのか、その辺はいかがですか。まあ自分の中でそこまで意識してるわけではないんですけど、よく考えたら4年前ですか、柴田さんとシングルやった時もまあ感情むき出ししてたなっていうのは、なんか本当昨日終わった後思いましたし、なんだろうな、まあ分かんないです、それが柴田さんだったからかもしれないし、なんか昔のプロレスラーみたいな人だったから今のプロレスがすげえんだぞって、今のプロレスを舐めないでほしいからこそそういう風にしてるの、僕がしてたのかもしれないし、分からないですけど、柴田戦に関してはなんかそういう岡田が出てくるみたいですね。他にいかがですか。はい、どうぞ。あの戦前その柴田戦を超えた、まあ、岡田さ ん自身がそのどうなるんだろうと、まあ、さらにその手応えを得られるような戦いになるとおっしゃってたんですけど、はい、実際終えて、まあ、昨日以前終えてなんか自分が一番得たものというか勝手になったものってどういう。まあそうですね、なんかこうこれ強いなっていう、誰俺を止めれるんだろうなっていうのは思いましたね。なんか本当にそれだけというか、まあ柴田戦終えて、まあ本当に僕としてもいい経験になったと思いますし、まあタイトルマッチで、僕の中のタイトルマッチでああいう試合なかったので、まあ、レスラーとしても成長できたと思いますし、まあ、実力という部分でもそんな強い僕は怖いです。その他ご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。先ほどヤバいファレと戦いたいとおっしゃってましたけど、はい、それやっぱりそのファレの潜在能力を引き出したい、引き出した上で倒したい、
なんていうんですかね、やっぱりそれがやっぱプロレスの一つの魅力というか、でかい人に挑むっていう、だから本当にもうなんていうんですかね、まあ、また昔々って申し訳ないですけども、今僕が今だとか言ってる割には昔々って申し訳ないですけど、やっぱ本当に昔のなんか最近の外国人選手はみんなこう強いですけど、綺麗すぎるというか上手すぎるというか、そういう選手がいた中で、まあ、ファレはどっちかといったら本当に昔ながらの外国人じゃないですけど、でもまだまだ持ってるもんはあると思いますし、そういうのを出して本当大暴れしてもらわないと僕に勝てないと思いますんで、勝つ気で来てもらいたいなと思いますよ。僕はそのファレを僕が倒したらまた俺強いなって思うと思います。